リーン教官。どうして私なんかのところに来てしまったんですか。ここに来る直前にレオノーラさんと話したんです。私が妙に浮かれて、それでいて悩んでるのに気づいて、改めて相談に乗ってくれて。そうしたら、私が抱いてる感情というのが、だったらどうして、なぜ私に連絡したんですか。最後の夜かもしれないのに、自分の感情すらわからなかったまがいものの存在なんかを優先して。今からでも遅くありません。どうか他のふさわしい方に連絡を。いつも頼もしいこの人にも弱いところだってある。その弱さを私なりに守りたい、そんな風に思うようになりました。前は多分何も感じなかったと思うのに、こんなにも綺麗で泣きたくなるような。問題もありません。私はリーンさんの教え子でパートナーです。ずっと一緒にいますから、どうか見届けてください。